マリアデル・ピラール・デ・ボルボン・イ・ボルボドス・シリアスは、スペインの王族、スペイン王女。儀礼称号は、バダホス・女皇爵、全スペイン王フ・アン・カルロス一世の姉。バルセロナ・ハク・フアンと、その日、マリアデラ・スメルセデスの間の長女として生まれた。1967年5月5日に、リスボンのジェロニモス修道院で、スペイン貴族のデラ・トーレッシャク、ルイス・ゴメス・アセーボ。 イゥケデー・エストラーダと結婚した。ルイスの父ハイメは、第3代コルティナ公爵、ホセゴメス・アセーボイ・コルティナの息子で、母イサベルは、第9代デレートサ・女公爵である。また、ルイスは、最後のブルガリア・オシメオン2世の日、マルガリータのいとこである。ピラールは、妹のマルガリータと、同じく、結婚に際して、多い継承権を放棄したが、継承権放棄の手続きは、 現行のスペイン憲法の交付以前に行われたものであり、また国会の認可を受けたものでもなかった。ピラールは1994年から2005年まで国際馬術連盟会長を務めた。また1996年から2006年までは国際オリンピック委員会のスペイン代表委員だった。母語のスペイン語のほか英語、フランス語、イタリア語、ポルトガル語に堪能である。 夫のルイスとの間に4男1女を設けた。子供たちはいずれもグランデの称号を与えられている。ありがとうございます。